ふわ。こちら船乗り猫協会サーモン JK 偵察隊、惑星ヒグマリオン、応答せよ。はあ、ここちらともキャット VF33 号。番号および正門を本部に紹介。確認した。惑星ヒグマリオンの状況を知らせ。ヒグマやハシビロウなどの種族と共に、文明を再構築している。技術レベルは宇宙進出未満まで低下。惑星からの脱出が不可能な状況。了解した。サーモン JK との航路が短期間だけ確保された。大型揚陸艦をそちらに送る。到着は約10年後。10年?まだ航路が安定していない。時間が必要だ。そして、この機会を逃せば回収できなくなる。種族を問わず、脱出希望者回収の用意をされたし。揚陸艦は惑星の全人類が脱出できる数を用意しておく。脱出希望者が残されないよう、周知を徹底して備えておくように。了解。ふふ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 ふ。ついに計画発動の時だ。移設したスーパーモンキー駅前もだいぶ発展したな。人口も2800ポイントで、もうすぐ3000ポイントっすね。そして、ヒグマーも人口2000ポイント到達っと。しかし、アザラシに負けているのは相変わらずだな。ヒグマどもの気合が足りないんだよ。ああ。まあ、アザラシ殲滅のためにヒグマー支援もやぶさかではないので、この後の発展をご老じろと言っておく。ふむ、期待しておるでな。ハイルヒップマー。では、マクレスフィールドで次の作業に取り掛かります。よしなに。ほいじゃあ、バスを新型に更新したら次のサイコロだぞ。ウェイ。あれ?なんかノリノリっすね。新しい体を用意してくれた上に、サイコロと聞いてもテンション高いのって。また旅でも決めてんのか?失礼な。言葉には気をつけてもらいたいものですな。社長の新しい体に細工でもしてあるんすかね。今のところ不備は感じないか。前みたいにウイルスが仕込まれていたり、自爆装置がついてたりしないんすか。今回はゴッドキャットに TGV を作ってくれたお礼も兼ねてあるので、失礼なことはしていませんな。今回は、じゃなくて、毎回ちゃんとしてもらいたいものだが。大事なことを言い忘れていましたな。今回のデジタイのパーツを使い尽くしましたな。この星の技術では、これ以上のことはできませんな。次からはバケツと段ボールが限界ですな。気をつけよう。ヒグマに洗脳されることがないようにしてくださいっす。ヒグマに洗脳されたからって殺さないでくれよ。うっす。それで、次のサイコロはどこですかにゃ。はい、次のサイコロはこちらっす。1、旅客で眉ゲーム。2、貨物で眉ゲーム。3、旅客手段で眉ゲーム。4、貨物手段で眉ゲーム食品加工工場。5、旅客手段でゴッドキャット。0、貨物手段でゴッドキャット。3枠と4枠も眉ゲーム。だから、1から4が出れば、眉ゲームに行くだけで済むわけだ。勝ったな。気になる再生数は14,316 なので割り切れてしまったっすね。つまりゴッドキャットに貨物手段で移動。いや、前回のサイコロでゴッドキャットから貨物のみできたわけじゃん。あの長時間の地獄のような旅で何同じ道を変えるってのかい。そうね。マジで。まあ、ほらエアバスが調達できるからさ。今回はご縁がなかったということで残念ですが、ゴッドキャットに着いたらエアバス配備するから、まずは、ゴッドキャットに行こうか。あれっすね、博多号で博多行ってから、博多号で東京に行く感じ。なんとか認識できんのか?なんだよ、さっきまでノリノリだったのに。さすがにね、前の長時間移動と同じって聞いたらさ、拒否反応を示しちゃうのはしょうがねえだろ。しかし、すでにトラックに乗り込んで出発してしまうという。まあ、できるだけ倍速で行くから。前回と違って、船旅もしないでルート選んでおいたから。汚染地域を貨物列車で移動できるようにしたから、移動時間も短縮できるっすね。お前、このために工事したとかそういうんじゃねえだろうな。いや、さすがにそれはない。何もない平野を走っている間に、今回の移動ルートをば。まず、トラックでマユゲームに行って。マユゲームから加工工場、加工工場から貨物列車でスーパーモンキーに行く。前回とは別ルートっすね。スーパーモンキーから、ヒグマーの港まで貨物列車に乗り換えて、汚染地域をまたぐ列車で、アザラシ北集積所に行って、アザラシ北集積所から、列車を乗り継いで鋼工場に行く。前回はトラックだったから、今回は列車で。で、最後にトラックでゴッドキャット入りするって感じだな。ほん。そして間もなくマユゲーム到着。せっかく TGV でスーパーモンキーからゴッドキャットまで行けるようになったのにな。それを言ったら、マユゲームからコンコルドでも行けるじゃないっすか。全てはサイコロの結果次第。サイコロの結果で出番がなかった路線とか、紹介できてないのってどうすんだよ。今回はご縁がなかったということで。オートセーブナウ。
それにしても、大通りを迂回する大型トラックが狭い道走ってんのがちょっと怖いな。町が成長して道路が増えて、元のバイパス経由ルートから逸れてるっすね。他の町の手入れしてたら、規定ルートから逸脱してんのまで気づけないわな。間もなく眉ゲームトラック基地。トラックで渋滞してんな。車両全長が伸びて、待機列が長くなるのはしょうがない。バスもそうっすけど、車両全長が伸びて、ステーションで詰まるっすね。ステーション内で2両が並んで待機していたのが、1両でいっぱいになるからな。配備数を維持して車両更新すると、場外待機の渋滞が急増する。ほん。この次は、またトラックに乗り換えて、食品加工工場に行くわけだが。さっさと行こう。この距離ならカットしてもよかったか。もう乗っちゃってるっす。サクサク行こう。特に何かあるわけでもなく、食品加工工場に。到着っと。で、次は鉄道だな。今到着した、スーパーモンキー行きに乗って、スーパーモンキーに行くぞ。この車両はここで食料を積んで、スーパーモンキーに行くのか？そうね。西部集積所経由しないの？しないね。何のための西部集積所なんだ？西部集積所は中央や東部からの資源の再分配が目的だから。西部の集落同士の取引は直接輸送する方が早い。西部で作られているものっていうと、マユゲームの食料と、スーパーモンキーの燃料っすね。その二つは、このドヤキャット路線でスーパーモンキー、ドヤキャット、マユゲームに分配されているな。あと、パンダで製品が作られているが、製品を作るためのプラスチックはドヤキャットで作られている。それらは西部集積所行きの路線を利用して材料を輸送して、西部集積所から分配されている。ほん。なんで止まった？ドヤキャットで折り返した貨物列車が先行みたいだな。ここの信号は古いままなんすね。信号とか置き換えんのめんどいから、使えるものは末長く使っていく。不具合があるわけでもないからな。その結果、遮断機のない踏切とかも残っているわけだ。現代の高速車両で遮断機のない踏切って大丈夫なんすかね？遮断機があっても事故を起こす人がいる以上、ないと大変なことになるのは想像に難くないな。でも、この世界では事故とは無縁。何せ、我々には黒歴史の技術がある。黒歴史の技術ってすっごい。おっと、ここから噛みつく感か。ここも渋滞地域か。カット。スーパーモンキーからの列車で、ドヤキャットから折り返した列車と、ここの整備所前で折り返した列車。そして、西部集積所から合流する列車でごった返すのよ。大使とかどうなってんの？複数線化で分散させてはいるんだが、スーパーモンキーのホームを増やせないから、どうしても混雑する。また止まった。踏切を塞がないように、踏切手前に信号を設置した。ここの踏切、遮断機がないタイプか。ずっと昔から使われているんすね。いや、更新しような。なんか歴史ある遺産みたいな言い方したけど、事故防止を怠ってるわけだからな。あんま褒められた状況じゃないからな。はい、出発。先行車両が出てすぐっすね。ここから複数線化されているから、経路が空いたんだよ。ここから、スーパーモンキー市内をぶっちぎる例の線路。もうすっかり様変わりしたっすね。で、スーパーモンキーへ到着っと。でん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 で。ヒグマは港直行の貨物列車に乗り換えてっと。これ、初めて見るっすね。スーパーモンキーを成長させるために、港から直接資材を輸送する専用便。ヒグマは南の機械工場と製品工場を稼働させてから追加された。スーパーモンキーばっかり専用列車作ってんな。ゴッドキャットと TGV を結んでくれたことには感謝しているが、さすがにひいきが過ぎるんでないか。こうでもしないと、ヒグマが成長しすぎるからな。中央集積所の機械工場の生産品はほとんどヒグマーと走り道に吸われているから、ヒグマー南で稼働した工業品は何とかしてスーパーモンキーに送りたくってな。汚染地域通過のために港前のホームを拡張したついでにこうしてこさえたわけだ。運行編成は一本だけだから、対比設備のない一本道、長物線と並行して港に向かう。最近は長物線も渋滞気味っすよね。港のおかげで輸送需要が半端なくてな。線形を修正して、長長編成対応にするか悩みどころ。複線で多数の編成よりも、複単線で長長編成一本ずつってのが後半の主力になりつつある。ほん。それを実現したのが、これからの両線地域通過線っすね。なんか道路が虚数領域に。気のせいだ。気のせいか。で、次に乗るのがこいつか。ホームからはみ出る長長編成。長長編成だと対向車が1往復1本しかないから、ちょっと寂しくなる。輸送量の調整はしやすいんだけどな。車両管理も1編成だけの方が楽っすよね。
でも、対向車の数が少ないと寂しいから。旅客車両はできるだけ多編成運用したいわな。と、言いつつ TGV は1編成の往復にしたがな。それは東部縦断線で TGV 単編成多数で運用しているから。スーパーモンキーとゴッドキャットを結ぶ TGV は長編成でもいいかなって。まあ、ゴッドキャットを結んでくれたから、それでもいいんだがな。なんで上から目線？さて、アザラシ北集積所に着いたから乗り換えるぞ。次はこいつに乗り換えて。どれだよ。手前手前。赤いやつっすね。隣の黒いのでもいいんだけど、先に来た方に乗っておくべ。それにしても、集積所の貨物車両の頻度がすごいな。おい、黒い方が先に出発してんじゃねえか。あれ？多分、黒い方は積み込む量が少なかったんすね。こっちはいっぱい積み込んだから、重くて追いつけないか。ここまで速度差出るのか？そら、足かせがないわけだから、速いわな。あれ？右手に船乗り場なんてあったっすか？ブラークセッペリンのために追加した。ゴッドキャットとバスで繋いである。ほえー。さあ、サクサク乗り換えるぞ。いいペースだな。次が鋼工場駅で、今回最後の列車だ。これとトラックで今回のゴールっすね。船旅がないだけで随分と時間短縮できたな。寝る暇もなかった。港からブラークセッペリンが出港してるっすね。ブラークセッペリンは茶色パンダとゴッドキャットを結んでいる。TGV の東部縦断線や、空路と違って、低価格帯の需要を満たす役割を担っている。おかげで、需要は多い。ただ、バスがトラックの邪魔になっているのも事実。なかなか難しいっすね。ってことは、ゴッドキャットはトラムや TGV のみでなく、ブラークセッペリンまで提供されたと。我々船乗り猫協会に献身することは神も見守っておりますな。誠意を持って船乗り猫協会に貢献することで、神は救いの手を差し伸べますな。いきなり何言ってんだこいつ。変なこと言ってないで乗り換えるぞ。最後のトラックっと。これ、黄色のトラックの停車駅間違えてんな。トラック駅が上下逆っすよね。上の方が大きくないと。まあ、大渋滞になってるわけでもないからいいや。で、船乗り猫協会がカルト宗教でなんだって？カルト呼ばわりすんな。無本。船乗り猫協会に献身することで、天から救いの手が。もうダメっすよこいつ。1999年7の月、空から。恐怖の大王ってか？違います、救いの箱舟です。本当に頭おかしくなってるっすね。狂犬病じゃないし、狂牛病じゃないし、狂猫病？とりあえず、あと電車に。正気だっての。もう怒った。もう怒った。もうもうって、狂牛病っすね。保健所送りっすねこれは。お前ら絶対天罰下るからな。はいはい、ゴッドキャットとジャーク。そんじゃ、コメットをエアバスに更新したりしていこうか。今回はここまで。猫？ほら、また次回お会いしましょうって。うん。やれやれ。また次回お会いしましょう。ちゃおちゃおちゃおお前ら絶対後悔するからな。船乗り猫協会を冒涜した罪は、壮絶なる悪夢を持って償わせるからな。おお怖い怖い。本当にどうしちゃったんすかね、このクソ猫。